はい、こんにちは、ラボです。ちょっとこの前、メダカやりませんかっていう動画を開けたと思うんですけど、あれの反響がね、結構ありがたいことが多くてね、で、質問系が結構来てたんで、まあみんなにね、こう一斉に拡散できるようにちょっと動画撮ってます。で、まあ一番多かったのが、結局どれくらいの品種を送っていいですかっていうところだったんですけど、まあ、ちょっと詳細をもうちょっと詳しく言うと、多分一回ね、メダカパーク来たことある人だったら分かると思うんですけど、メダカパークの二重焼き販売してるとこ、あそこのプレハブが3メーター×3メーターとかの、まあ、ちょっと大きめのテントぐらい、みんな持ってる大きめのちょっとテントぐらいの、タープテントぐらいの、まあ、サイズで、まあ、ちょっと無人販売しようかなと思ってるんで、で、中に棚をこう壁面にね、バーッと並べてやる感じで、どうかな、まあ、それを棚にして2段にしてもいいし、1段でもいいし、少ない時はねっていう感じで、まあ、多分ね、みんなある程度送っても困らないと思うんですけど、まあ 10ペアぐらいまでだったら、まあ、全然問題ない、10ペアぐらいだったら全然問題ないぐらい置けます。多分ね、1個のプレハブでどれくらい置けるだろうな、数で言えば普段のイベントで並べる感じの、多分で、まあ高さをつけて上下つけていったとしたら、多分ね、結構100ぐらいは余裕で置けるんですよ100ペア100セットねぐらい余裕で置けるんで、それがだからメダカパーク、まあコムズさんとこはもっと広い、し、向原のメダカパークも結構広いし、で、なんならね、別にラボのイムロっていうところのコムズの近くにあるんですけど、そこの飼育場でも販売はするんで、まあそこに並べてもいいし、で、あとは友人で、無人じゃなくて友人ね、友達じゃないよっていうところでも置くんでまあ大手のところも今決算だからね、ちょっと動きが鈍いんですけど、まあそこも決まったりとか、まあいろいろね、大手のところが決まりそうっていうのもあるんですよ。で、そこの販売に関してはどうやってやるんですかっていうので、うちからスタッフを派遣します。で、うちのスタッフを派遣してイベントみたいにね、こうテーブル置いて、なんかイベントやってますってみたいな、なんか旗立ててやって、で、そこで販売をうちのスタッフがする感じですね。なんでまあそれも含めるとね、マジで、なんかあんまみんな考えていいよ。ただ無責任には送らないでね。前も言ったけど、愛がない人は送らないでほしい。それだけ。もうお金のためだけとか、なんかもう失礼な話するけど、処分とか、もうそういうのはマジでやめてください。そうじゃなかった限りは、うちは一生懸命売ります。はい。でね、あとは、餌やりとか、そういうのはどうするんですかっていうのもあったんですけど、それも込みです。込みでの手数料になってますんで、はい。だから、まあ、水替えとかもこっちでやりますし、で、餌やりもこっちでやりますし、まあそのね、前も言ったけど、生態なんでね、もしなくなったりとかした場合はごめんなさい。でただまあ、うちもメダカをやってるんで、そんな適当なことはもちろんしません。はい。ただね、まあ、何が起こるかわかんないんで、例えばもう、台風が来て、小屋ごと飛んだとかも、もしかしたらあるかもしれないです。はい。だから、まあそういうリスクもね、一緒に共有できる方は連絡ください。で、まあ、あとは、そうそう、どうやって販売するか、どういう販売の仕方、陳列の仕方をするんですかっていうので、まあ、ちょっとこれはね、統一したいんで、ご協力くださいって感じなんですけど、まあ、こっちで用意はするんですけど、例えば、メダカの販売するボトルあるじゃないですか、100均とかで売ってる。で、そのボトルで販売したいんですよ。なんでかっていうと、無人販売でパッキングで置いとってもいいんですよ。パッキングで置いとってもいいんですけど、なんかね、パッキングって正直見にくいなと思ってる部分があるので、きっちり見てほしいんですよ。やっぱりうちの、ね、ラボのブランドを守るじゃないですけど、きっちり見て、きっちり選んだ上でもう皆さんに購入してほしいんですよ。だからできれば、できればじゃない、もうこれはちょっとお願い、うちで100均のボトルは用意します。なんでね、
ワンセットにつき110円だけはください。はい。ね、同じボトルでバーって並べて、で、まあ、キャップも閉めてっていうか、まあ、キャップ閉めて帰ってねって感じでやれば、無人でもそれなりの、まあ、綺麗さというか、っていうのは確保できるんじゃないかなと思うので、どうせやるならね、適当にやりたくないんですよ。うん。で、まあ、パッキング袋でっていう話もあったんですけど、パッキング袋の場合は、どうしても、管理が大変になるんですね、こっちの。うん。だって空気抜けたりとかしたら入れたりしなきゃいけないし、水替えって言っても、例えばボトルに入れるのが OK なんであれば、ボトルをこうって水替えするだけでいいじゃないですか。ただパッキング袋だとね、もう開けて、水流して、新しい水入れてってするのがもうめちゃくちゃ大変です。はい。うん、だからもうその辺はちょっとご協力ください。うん。っていうのがあれば、そのパッキング袋だけってなると、ちょっと頻度が高くとか、ちょっと置ける場所がね、どうしても限られてきちゃうんですけど、もうそういうボトルでご協力いただければ、うん、どこでも置けるので、ちょっとそれで一旦統一はしたいと思います。それでまたダメだったらちょっと話をさせてください。うちもね、こんなみんなでね、やろうっていうの初めてなんで、お互いにみんなで成長しましょうみたいな感じで、やってくれる人がいいですね、一番。なんで売れんのやとかっていう人はもうマジで来ないでください。マジで。うちがどんだけのリスクを取ってるかっていうのを理解していただきたいです。はい。まあその中でね、本当ありがたいですとか、こういう言葉をいただけるとね、うちとしてもやりがいがあるし、もっともっとやってやろうとか、もっとみんなでメダカを盛り上げようっていう思えるので。はい。でね、まあなんでこんなことしてんのとかいうので、まあ偽善じゃないけど、まあなんかそういう言葉もいただくんですよ。まあ、なんでかっていうと、うちとしては、その、なんかちょっとね、語弊があったら嫌なんで、ちょっと難しい言葉選びになるんですけど、まあその、皆さんね、まあ多分そういう意味では言ってないと思うんですけど、そういう意味では言ってないと思うんですけど、メダカを1年2年の流行で終わらせないためにっていう言葉を結構皆さん言ってるんですよ。それで別に1年2年続けば3年4年続けばっていう話ではなくて、ずっと続きましょうねって意味だと思うんですよ。うちもその意味で言うんですけど、うちはもう流行にしたくないんですよ。生き物だし、流行り廃りで飼う飼わないっていうのはどうなのって思うんで、うちは流行りにしたくない。だって犬猫だってさ、結局みんながね、飼ってるペットランキングで1位2位とかにいるわけじゃないですか。1位2位とかにいるってことはめちゃくちゃ分母があるのに、なのに流行ってはないんですよ。別に流行りではないんですよ。その犬猫の中の犬種だったりとか品種の中で、あ、じゃあチワワ流行りましたよねとかって、まあそういうのはあるかもしれんけど、そういうのはあるかもしれんけど、あんだけ分母がある割には流行ってるっては言わないですよね。犬猫ブームだよね今って言わないじゃないですか。そうしたいんですよ、うちは。うん。どう言いたいかっていうと、もうメダカがいる生活が当たり前とかね、今流行りだから買うんじゃなくて、ちゃんと可愛いから買ってくださる方、本当に綺麗だと思うから買ってくださる方に向けていきたいんですよ。でもそのためにはうちのメダカだけを見てもらうわけじゃいけないんですよ。あ、でこれも質問あったけついでにこの流れで言いますけど、うちのメダカごときでいいんですかみたいな方いるんですよね。それとかまあツイッターでなんかうちのメダカも売りたいけどなみたいなのもあるんですけど、売ったらいいです。販売したらいいです。はい。決めるのはあなたじゃないです。決めるのは購入してくださるお客様です。お客様がもし誰も購入しないんであれば、もしかしたら需要はなかったかもしれないです。でも、まだ一度も販売したことないでしょ？まだ一度も販売しない人がそんなこと悩んでも仕方ないんですよ。経験がないことを悩んでも仕方ないんです。意味わかりますかね？だから、結局これ売れるんかなと思うのが意外と流行ったりするし。だってね、そんなみんな狙い通りなんだったら、タピオカ流行るなんて思ったかとか、パンケーキ流行ると思ったかなんて、そういう話じゃないですか。で、なんでもかんでもハイブランドが流行ったのかって言ったら、もうビトンじゃグッチ以外、ね、財布持つなよっていう話なんかって、そうじゃないじゃないですか。そうじゃないですよ。別に100円均一のね、財布だって販売してることは需要があるし、で、それなりの普通のそこら辺の1000円、2000円とかでね、年始になったら出とるじゃないですか、財布。2000円セキーツみたいな。需要があるんですよ。じゃあみんなはルイ・ヴィトンばっかり買うんかって言って買ってないじゃないですか。だったらどういうことなのかってことなんですよね。
じゃあメダカすくい、なんでみんなやるのかって話じゃないですか。メダカすくいにめちゃくちゃ高級な10万円20万円するメダカって絶対いないじゃないですか、はい、なのにメダカすくいってうちの中でもかなり人気なんですよね。なんなら販売の時より客数で言ったらもう何倍も何百枚もいるわけですよ。だったらいいんじゃないですか。まず販売してみる、それを言い訳にしてないかってのは思いますね。うちのメダカなんてって、それは言い訳だと思います、うん、うちがもうリスクを取るって言ってるんですから、ここで乗らない手はないんですよ。マジでマジですよ、うん、だって何のリスクがありますかっていう話なんですよね。だってうちに送ります、じゃあ送料かかりますとか容器代かかりました、これ何円ですか、何円なんですか。送料めちゃくちゃ遠いから、じゃあ3000円かかりましたと、3000円かかりました、じゃあそこに20セット置きましたってことは20個分かけ110円はいただきます、5200円ぐらいですかね全部で。そしたらさ、それってもうなんならね1週間後には忘れとんじゃないそれもし損って言ったらあれだけど、それでもしダメだったとしてもすぐ忘れるくない、それぐらい。だってコンビニでさ、目の前にまんじゅうとかあってからさ、あ、買っちゃおうって買うじゃん。その無駄遣いの分で5000円ぐらいなんてすぐペイするんですよ。だったらそれで夢見れるならよくないですか、うん、それで夢を見れる。そこでね、たとえまあうちだとしても100万円例えば損しましたってなっても覚えてないですよ。何年後かにもう絶対覚えてないですよ。だって車とかもそうじゃないですか。みんな500万600万とかね、そんな新車買ったりとかするのと一緒なんですよね。そこで使ってるお金だったりとかね、たかだか何千円じゃないですか。そこから考えると家も買った方もいるじゃないですか。無駄だとは言いません別に。ただね、そういう大きい買い物はしてるのにこういう時はちょっとビビるんですよね。ダメですぜひ力を貸してください、うん。だからね、本当、まあもうそうやってなやなやして言い訳するのはやめましょう。何度も言いますけどやめましょう、うん。何にも楽しくない。そんなね、ちょっとしたまあ1万2万でもいいですよ。1万2万でね、夢が見える、自分のやりたいことができるってめちゃくちゃ得じゃないですか。サッカー始めたいって人がおったとしても、ユニフォーム買ったりとかスパイク買ったりとかボール買ったりとかさ、しただけで何万円もかかるんですよ。でもこのサッカーってお金を生む可能性ほぼないですよね、趣味なので。でも趣味のメダカだったりとかっていうのがもしかしたらちょっとでもプラスになるわけじゃないですか。それで毎月自分の欲しいメダカを買えたりとかするってだけでめちゃくちゃ楽しくないですか。10万20万当ててやるとかって急に考えるけ、10万20万なんて俺には無理って思うんですよ。1円稼げないやつは10万円も稼げません。でも10万円稼げるやつはまず1円を稼いでます。これはマジで大事なことです、うん。だからね、本当まず10万20万100万200万を目指す前にまず1円稼いでみませんか。1円稼げない人は夢は見れないんですよ。これは残念な話ですけど、でも1円稼いだ時点で1億の可能性だってある。これはもう大げさじゃないですよ本当に。だって1円の1億倍のことをするだけじゃないですか、まあ、簡単に言ったらね、うん。でもそう考えたらなんか気が楽になったなって思わないですか最初からね、そんなもんを大金稼ごうなんて思うから甘いんですよ。思うからこんだけの、ああどうしたらいいんだろう、こんなんで10万20万稼げるかなって思うんですよ。じゃなくてまず1円、まず100円、そこから始めましょう。そこができない人に10万20万は無理なんですから。まず初心、サッカーだったらインサイドキックをまず学びます、はい。野球だったらボールの握り、まあ、キャッチボールをまず習います。じゃなくてね、急にねノックされてもボールの取り方も分からんわけじゃん。サッカーだって急に試合に出されてもさ、どうやってやったらいいか分からんってなるじゃん。それと一緒なんです。まずは1円、1円でも稼いでみましょう。まず個人事業主じゃない皆さんは自分の名前でまず1円も稼いだことはないはずなんですよ。それはサラリーだから、別にバカにしてるわけじゃないですよ。サラリーだから、会社があって会社の名前でお仕事いただいて、受注発注、まあ飲食店だったらまあ注文いただいたりとか来店いただいたりとかっていう中で、じゃあお給料をもらってます
っていう感じじゃないですか。ってことはこれはまだ自分の名前では稼いではないわけなんですよ。自分の名前でも1円でも稼いだら人生絶対変わります。うん、本当に絶対変わる。今までと絶対違うはずだから。そういうのはね、ちょっとまあこんな低リスクでねできるんだったらマジでありだと思います。うん、だって、ま、大体の人が出店場所がないとか販売する場所がないっていうのに困ってるじゃないですか。出すって言ってるそこは用意する、うちが用意する、意地でも用意するよ。まだまだ全然広げれるから。今のところどんだけ集まるかなとか、これこなせるんかなっていうちょっと不安があるから今これでとどめてます。うん、だって今の話も正直もらっただけの話なんですよね。うちの、まあ、今までの活動を見てくださった方からちょっとメダカいいじゃん、ちょっとうちでもやってよっていうこのねお話をいただいてる中をこなしてるだけなんですよ。営業バン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 かけましょうっていうのはまだそんなしてないんですよね。まあ今決算っていうのもあるんで、大手のところがちょっとあんまり話を聞いてくれないっていうのが大きいんですけど、まあなんでね、本当何のリスクがあるかわからない、うん、あるのかわかんないし、なぜやらないのかがわかんない。この前ね、もう今やろうかやらないか悩んでる時点で一歩進んでるんだよあなたはって。一歩が出ないんじゃなくて一歩は進んでる、スタートラインを切ってるんだ、あとは走るだけだっていう話もしましたけど、結局ね、まあ人のメダカね、販売してるメダカをウーじゃパーじゃ言う人って、これも前言ったかな、まあ、全速で走ってないんですよ。マラソンしてるんですよ、みんな。マラソンしてるから周りを見るんですよ。お、後ろから誰か来たかなとかって周りを見るんですよ。 100m 走、50m 走、全力で今走ってくださいって言われて後ろ見るやついます？絶対ないんですよ。絶対いないんですよ、こけるからそう、だから周りのメダカ販売してる人たちに対してウーだパーだ言うてる人は全速力で走ってないんですよ。全速力で走ってたら絶対周り見えないから、周り見えずに自分で精一杯になるから、うん。だから周りのメダカは気にならないですよ。あそこのメダカって微妙だよねとか気にならないですよ。いいメダカは気になるかもしれないけどね、うん、だってそれは走ってる先にいいメダカがいるわけだから。自分より悪いと思ってるメダカなんて後ろ見ないと見えないじゃないですか。前見て走ってる人にだけいいメダカに出会える、いいメダカ屋さんに出会える。そう、そしたら周りから変わっていって、まあ付き合う人が変わるとはよく言いますけど、絶対あるんですよこれ、うん。だからね、全速力で走ってみましょう。そしたらね、人のことを悪く言うことがなくなる。悪く言うと興味ないもんうち誰に何言われても別に興味ないもん。だってうちは一生懸命やってるから、一生懸命いいメダカを出そうと思ってるから全然気にならない、周りに言われても。まあ言ってる人いるよってこうね、まあちょっとお話は聞くんですけど、マジで気にならない。だってなんで一生懸命やってるやつの悪こと悪く言うのって。周りをこうやって見てるってことはその人が全力じゃないんでしょって。全速力で走ってないからか、もしくはうちのことをすごいなって思ってるから、どっちかなんですよ。全速力で走ってるけどうちが目を走ってるから見えるだけ、それかトコ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 走ってるから周りをキョロキョロできるだけ、それだけ、うん。だからね、まあ楽しくやりましょう結局ね、結局楽しくやりましょう、それだけ。本当にね、だから人の悪口言うやつは来てほしくない、うん。だからこうね、例えばサファイアだったとして、こういろんな人のサファイアが来るかもしれないじゃないですか。まあそれは分けますよ、もちろん。この人はこのサファイア出してますとかって、なんかステッカーかなんか貼ろうかなと思いますけど、ブースみたいなね、こう分けて、ここは何々、まあ、JK メダカとかって例えば作ったりとかしてね、それで分けようとは思います。で、例えばそこで自分のサファイアが5000円でした、こっちのサファイアが2000円でしたっていう差は絶対あるんですよ。絶対あるけど、自信持った値段で絶対やってください。あっちが2000円ならこっちも2000円しようかなとかってのはね、なんかもうほら自信じゃないかなと思うけど、まあこの合わせますよ、バランスをっていうのはいいと思うんですけど、それとか周りのね、価格帯どれくらいしたらいいですかねとかっていうのも、まあ別に相談してもらってもいいです。ただあっちのよりこっちのがええわとか、あっちを安くしとるだけじゃとかっていう、なんか意味わからん争いやめましょう、思んないんで、うん。まあそんな感じですかね。だから今からもね、ちょっとね、一見、まあ、友人になるんですけど、まあ、販売させてもらえそうなとこがあるんで、そこに行ってこようかなとは思ってます。
そんな感じだったかな、質問が来とったのは。うん、だから、まあ、メダカの品種は別に特に何でもいいし、レベルも愛があればいいと思う。うん、ただ選ばれるかどうかは分かんないけど、出しちゃダメなメダカなんていないから、狭がりとかはやめてくださいね。うん、そういう愛がないことはやめてください。愛があるんであれば、自分のメダカいいでしょって思ってほしいじゃん。うん、で、自分のメダカいいでしょって思って、自分のメダカこれいいなと思ったんだったら、絶対いいなって思ってくれる人はいるはず。自信を持ちましょう。適当なものを出さなかったら大丈夫。だからね、まあ、まだ踏みとどまってる人いっぱいいると思うよ。いっぱいいると思うけど、何のリスクがあるの？送料、まあ、このメダカちゃんで、あと容器代、こんなリスクなんですか？これやらない方がリスクって気づきましょう。うん、ちょっと最近ビジネスチックになってるけどでも本当みんなにやってほしいんですよ。みんな絶対心の底で気づいてるんですから、やらなきゃダメだなって。その一歩をうちが押してるだけです。あの言葉は感化されましたって結構いただくんで、まあ、ちょっとなんかもう経営者的な話もしてみようかなって思うので最近してみたんですけど、まあ、これで嫌がる人もおるけど、まあ、それが事実なんでね、うん、何も考えてない人はやっぱ、うん、落ちていくだけだと思うしっていう中で、まあ、うちがこういう提案をしてるんで、どん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 乗ってきてください。本当にね、うん、だからみんなで楽しみましょう。そう、本当にやらないことはリスクですよ。本当にこの言葉は胸に肝に銘じといてください、はい、本当にね、やらないことはリスク、やらないことはリスク、うん、そして人生は一度きり、どうせなら夢見てバカな話をできる大人になりたいなと思っています。はい、まあ、なんか質問があればね、本当にね、何でも送ってください。うん、うちはわりかし DM もパッと返すタイプだし、そういうのでどん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 、まあ、みんなと仲良くなって、うちをもっと知ってもらうのも大事だしね。で、うちのことが信用ないんだったら何でも質問してください。よくね、ラボはね、何やっとんかよくわからんってよく言われるんで、別に隠してるつもりはないですよ。隠してるつもりはないけど勝手に隠れてるまあ、ちょっとそんな感じでね、まあ、みんなで楽しくメダカをね、流行らせるんではなくてね、メダカ人口は増やしましょう。メダカは流行で終わらない。流行になると終わるからね。生き物なんでね、流行じゃダメです。はい、そんな感じで終わりましょう。じゃあ久しぶりのメイクラボ。